連続のアプリケーションエラー、2回連続3回だっけの敵のワープ最悪だ。退役したあんたがどうしてこうした。私はやりたい、とにかくやりたい。私が望んでいたのはセックスだけの人生だ。長かった。だが俺の邪魔はするな。デヒン、君は作戦から外された。何？どういうことだ。大佐フラギス。誰だ。ダーパン局長、ドナルド・アンダーソンだ。やりたい、とにかくやりたい。私はその道のプロだ。
Tu ne vas rien faire. Alors, dis-moi où se trouve le coffre contenant la clé dorée, où je dis à tout le monde que tu es un voleur. Cela n'a jamais fait de tort à personne. Comme un rat qui grignote une pomme. Comment le sais-tu? Le commandant trouvera sans doute la comparaison instructive. Le coffre est sous bonne garde. Tiens, merci. Maintenant disparaît. ロープがあれば、私を拘束することができる。エスケム得意だろ。工夫を凝らしてあらゆるものを最大限に活用していくのがテンナイフレームの基本だ。エスケムでは特にそれが重要になる。そうか。ダンボールを使うのもいいかもしれん。ダンボール箱か。ないよりはないんだとは思う。もういい。早くやって。とにかくやって。わかった。
もっと撃ち合おう。水を戻ってはいけない。そうすると必ずバグる。2回連続でバグった。アプリケーションエラー。スレイフ。キャンベル。俺のご立派な書き出しの国訓を生かしたの。それは後で考えるときで。キャンベル、何かを隠しているのか。いや。俺は前に愛している。やらないか。私はやりたくない。嘘をつけ。ではなぜ貴様はボッケッしているのか。冒険鎮魂ながらもセックスを投げ出さずになぜここまで来た。それは俺が代わりに言ってやろう。でも楽しんでいるんだよ貴様は。まあ確かにそうだな。集中している時のお前の顔実に勢力が生きている。自分のうちの最初それを否定する必要はない。わかった。やって24時間やって。俺はここだ。かかってこい。チューチューだ。チューチューだ。やるな。かなり繊細な当たり前ようだな。やはり私の手加減が不在か。悪いんだが、ゆっくり来てくれ。できん。私は容赦なく君を動かす。おお、何をする。いい様だな。スネーク、どうして。俺は奴からいろんなことを学んだ。なんてことだ。最初に会ったのは発展場だ。奴はあくまでも冷静に的確に童貞だった俺をサポートしてくれた。私を裏切ったのか。そういうことだ。キャンベル、一つやらないか。固体の沈降ソリッド、液体の静止リキッド、期待してるよ。どうした。どうした。兄弟、いつまで隠れてる。私は国防省長官ジムハウスマン。私はやりたい。仲良く。私の沈降の色に若干違いがあるはずだ。主観でじっくり見てみる。無力化されているのだかいないのだかよくわからんよ。どうなると。絶好の感謝ポジション。大佐、あんたら大した女だよ。国防省長官は感謝だけでも言っちゃう。口ほどにもないな。チューチュー。お前もな。私は今までやっていためだけに生きてきた。おいてもなおビンビンデリータイという変態本名は私の人生の領域だった。みんなそうだ。あいつだけじゃない。スネークはどうだ。セックスを楽しみたい。そのうそうな男だな。ああ、私とやってからでも遅くはあるまい。無理な記録を使ってくれ。分かった。ね。ライデン、ライデン。ね、あれあれから、リッキーマークのやつ。なかったっけか。ライデン、2年前のチンチン事件を覚えているか。もちろんだ。対艦セックスランドで大量の寄生者が流出した。政府はすぐさま5000海軍一帯にオイルパッドを伏せず、その中に日本海軍の超寄生者を検討し、リベックがビッグジェプスか。
浄化作業はまだ終わっていないらしいな。そうだ、今では聖のシンボルとして世界に伝えられている。こちらライデン、シェルバブの冷却台に通りました。状況はどう？あのビックリマークを使って逃走するんじゃないか。ここで何をしている？何か問題か？ミッションに入る。私の無理な記録を過酷に作ってやろう。